セブンスフレイムが廃部？どうしてそんな話になってるドラ？あ、まさかまた白金帝が。違うから。ん？大丈夫だよ。空気を和ませようとしてくれたスバル君のちょっとした冗談だから。冗談でよかったドラ。まあ廃部は冗談だけど、それぐらい大変なことになったのは間違いないんだけどね。教えてくれ、一体何があったのか。あのレンの様子、ただごとではなさそうだった。実はライト君が部室を出た後。どうしたの？いや、このパズルクエストを作成する際に改めて感じたことだが、天竜ライトのデッキはドラゴンクラスとしては珍しいタイプだと思ってね。武装ドラゴンデッキ、なかなかに興味深い。そういえばライト君はシャドバを始める前からデッキやカードのデータが入ったメモリだけは持ってたよね。そのメモリをインストールしたらドラグニル君が出てきて。あったなあ、そんなこと。よくよく考えてみればライトのやつ、普通のドラゴンクラスのデッキどころか他のクラスすら使ったことないんじゃねえか。ただの一度も他のクラスを使用したことがないとは僕にはとても考えられないことだよ。データ収集のため他のクラスに触れるのは当然のことだからね。私もシャドバを始めるとき、かっこいいカードを探していろいろやってみました。そこでヒーローを見つけてロイヤルクラスに決めたんです。先輩たちはどうして今のクラスを選んだんですか？僕は自分が可愛いと思えるカードを探していたらエルフクラスに落ち着いた感じかな。イツキらしくていいじゃん。ありがとう。スバル君はどうしてネクロマンサークラスにしたの？俺はまあなんとなくだな。みんなに話せるような面白い理由なんかねえさ。翼先輩はどうしてビショップクラスなんですか？綺麗だったからかな。確かにビショップクラスは綺麗なフォロワーが多いですよね。宝石とか光とか聖なる力とかな。いや違くて、カードも綺麗で上がるけど、それを使う先輩の、やっぱなし、なんでもない。そこでやめられるとますます気になってきちゃいます。まあまあ後輩ちゃんよ、そういうのは無理につつかずそっとしときなさいって。それにあと一人残ってるだろ。あ、そうでした。なぜこっちを見る？というかこれは僕も話す流れか？聞きたいです。僕も気になるかな。そこまで言うなら特別に話してあげようじゃないか。なーに、理由は至ってシンプルかつ必然。オープニングからエンドゲームまで一切の無駄がない的確な駒運びを可能にする僕の圧倒的なタクティクス、それにふさわしいクラスがウィッチクラスなのさ。やれやれ、本当は話すつもりなどなかったのだがね、君たちの話題に乗ってやったことに感謝したまえよ。本当は話したくてうずうずしてたくせに。そんなことない。耳が動いてたからバレバレだし。嘘だけど。高梨翼、君というやつは。当たり前だけど、みんなそれぞれの理由があるんだね。逆にライトの珍しさが際立ったっていうか、言っちまえば成り行きみたいなもんだよな。ライト君は
メモリに入っていたデッキがドラゴンクラスだったから、そのままずっと使い続けてる感じだよね。天竜ライトも実にもったいないことをしているものだ。ウィッチクラスを握らないままシャドバをしているとは。多彩なスペルで相手を翻弄し、スペルブーストや土の秘術で圧倒する。己のストラテジーが問われるウィッチクラスこそシャドバにおいて最も魅力的なクラスだと言っても過言ではないというのに。いや過言だろ。大げさに話を持ってるとろくなことにならねえぞ。うるさい、余計なお世話だ。ふん、君には到底理解できないだろうね、ウィッチクラスの持つ重厚な書物がごとき奥深さが。これに比べれば他のクラスなんてどれも薄っぺらいことこの上ないさ。ロイヤルクラスはとっても楽しいですよ。たくさんのフォロワーを盤面に並べて仲間と力を合わせて真っ向勝負、まさにヒーローみたいなクラスですから。何よりかっこいいカードが多いんです。実に浅い考えだね。かっこいいカードならウィッチクラスにも揃ってる。フレイムデストロイヤー、炎の悪劇、そして僕の切り札ミスティックキングがね。私のバリアントフェンサーだってすごいですよ。パンチ力71トン、キック力74トン、ジャンプ力78メートル、走力は100メートルを 0.7 秒。体を覆うバリアントアーマーは砲弾の直撃を受けても傷一つつきませんし、バリアント合金製の槍は何でも一撃で貫いちゃいます。無敵です。そんな設定ないだろう。私の中にあります。ただの妄想じゃないか。そうしているうちに二人ともどんどん話し合いに熱が入っちゃって。ロイヤルクラスなんて盤面でしか戦えない時代遅れのクラスだろう。空中戦をされたら手も足も出ないくせに。マッハナイトなら大丈夫です。マッハ7の速度で飛んでどんな攻撃だって振り切っちゃいますから。空中戦はそういう意味じゃない。そんなことも分かってないのか。そんな調子じゃどうせデッキを組む時だってカード同士のシナジーもろくに考慮してないんだろう。考えなしに組んで考えなしに突っ込むだけ。相手の出方や盤面なんて考えず雑にフォロワーを並べて殴るだけの知性のかけらもないプレイングが君にはお似合いさ。けどね、そんなタクティクスとも呼べないような戦い方が通じるとは思わないことだ。セブンスフレイムの足を引っ張る者がいたとすれば君だと自覚しろ。ちょっとジェントルマン君、少し落ち着けって。うるさい、そもそも君はセンスがお子様なんだよ。くだらない趣味を僕に押し付けるな。なんだよその顔。僕は事実を言ってるだけだからな。すみません、失礼します。風祭りさんで飛び出していったドラか。ま、そういうこったな。なるほど。なんだその目は。言っておくが僕は悪くないぞ。大丈夫だジェントルマン、俺は分かっている。君のことはシャドバを通じて理解しているからな。君は口が悪く自信過剰ですぐ調子に乗ってしまうから、ちょっと嫌なやつに見えてしまうだけだ。今回はさすがに言い過ぎだとは思うが大丈夫だ。レンの方も君が嫌な奴に見えてしまうことは分かっている。謝れば許してくれるはずだ。むどうしたんだジェントルマン。
ライト、その辺にしてあげるドラ。さすがにこれ以上はオーバーキルだろう。何の話だ。とどめを刺した自覚がないドラね。ま、それはそれとしてだ。ここからどうすっかね、部長さんよ。まずは風祭りさんを探しに行こう。このまま放ってはおけないし。ダメ、スマホの方は繋がんない。一応メスは送っとくけど、この調子じゃ気づかないかも。風祭りさんの荷物はここにあるから、家に帰るわけじゃないだろうし、きっとまだシャドバカレッジの中にいるはず。よし、すぐに追いかけよう、ジェントルマン。嫌だね。なぜ僕がそんなことしなくちゃいけないんだ。おいおい、むしろお前が一番追いかけなきゃだろう。嫌だと言ったら嫌だ。僕は絶対にここから動かないぞ。レンが部室に戻ってくるかもだし、留守番は必要なんじゃない。こっちは私とジェントルマンで残るから、レンのことはあんたらに任せるわ。翼も残るドラか。私は私でやんなきゃいけないこともあるし。わかりました。風祭りさんが部室に戻ってきた時は連絡をお願いします。ウィ。部室は頼んだぞ、翼、ジェントルマン。僕は向こうを探してみるよ。ならこっちは俺とライトとドラグニルで行きますか。こいつを一人にしとくと、また前みたいにややこしいことになりそうだし。ややこしいこと？みんなに連絡もなしにハゼウラ・ハルマとバトルしたドラよ。そっちは三人に任せるよ。風祭りさんを見つけたら連絡をお願い。わかった。イツキ、そっちは任せたぞ。うん、それじゃあまた後で。さてと、俺らもぼちぼち探しますか。こっちの教室も、こっちの廊下も、収穫なしと。こっちにはいないかもしれないドラね。そうかもな。んで、天竜ライト君よ、さっきからずっと黙り込んでるけど、どうした？レンとジェントルマンのことを考えていた。ああ、そのことね。まあ大丈夫だろう、これぐらいの喧嘩どうってことないって。じゃれ合いみたいなもんだから、深刻に考えなくても。深刻？え？考えてたって喧嘩のことじゃねえのか。いや違う、二人は自分が使っているクラス、ロイヤルクラスとウィッチクラスのことがとても好きなのだと思ってな。やけに真剣な顔して黙ってたから何を考えてるのかと思ったら、まあライトらしいっちゃらしいか。スバルも好きなのか。え、何が？スバルのデッキはネクロマンサークラスだ。だからスバルもネクロマンサークラスのことが好きなのか。ドラも気になるドラ。好きっつうか、そりゃ嫌いってわけじゃねえけど。ふむ、それはなぜだ。以前ネクロマンサークラスを使っているのは黒羽アリスに憧れているからだと言っていたが。それは冗談っていうか。なあ、その期待感のこもったキラキラした目やめろって。教えてくれ、俺はシャドバのこともスバルのことももっと知りたい。ほんとお前には負けるわ。ん？ドラ？なんでもねえよ。そうだな、ラストワード能力とか
墓場を肥やして発動させるネクロマンス能力とか、破壊された後で力を発揮する、そういう冗談めかした能力がいかにも俺っぽいだろ。なるほど、難しそうな能力ドラね。その難しい能力を使いこなしているのは確かにスバルらしい。そんなこと言ってくれるのはもうお前ぐらいだよ。でもまあ、あの二人にも言えるけど、理屈じゃない気がするんだよな。理屈じゃないドラ？どういうことだ？クラスを選んでカードを決めて、デッキを組んでバトルをして、逆転を決めたカードがお気に入りの一枚になったり、デッキがめちゃくちゃうまく回って勝てた時があったり、そうやってたらさ、愛着が湧いてくるんだよ。デッキにしてもカードにしてもクラスにしても。お前だって自分のデッキに愛着の一つぐらいあるだろ。確かに、バトルで勝った時の嬉しさ、負けた時の悔しさ、デッキを組むことの難しさや奥深さ、シャドバの楽しさを俺は武装ドラゴンデッキに教えてもらった。だから俺はこのデッキにとても愛着がある。ありがとうスバル、俺はまた一つシャドバのことが分かった気がする。さすがは俺の友達第一号だな。だからそのキラキラした目やめろって。おっと、いつきからか。お、レンを見つけたようだな。やっぱあっちにいたか。こっちは無駄足だったってわけだ。無駄じゃない、シャドバのこと、そしてスバルのことが少し分かったぞ。ま、そうだな、無駄足ってほどじゃなかったか。ところで、ここからどうするドラ？いつきと合流するドラか？いや、1年生のことは部長に任せようぜ。それにレンをセブンスフレームに誘ったのはいつきだしな。俺たちがシャシャリ出るのは野暮ってもんだろ。ふむ、ならば俺たちは戻ってジェントルマンの様子を。ん？どうした？翼からだ。これは